この放送は、高齢者施設での介護アドバイザーをしたり、オンラインサロンつりハラボの運営をしたりしている松本竹文がお届けしています。えー、森田博之先生と考えた日本の大問題というお話をしようと思います。えー、この前ね、いろはという鹿児島の介護施設に行かせてもらったら、まあ、そこでね、えー、利用者さんの担当医としてね、いらっしゃる森田博之先生という有名な えー、元は夕張のね、医療崩壊を立て直したっていうような先生ですね。はい。今、イロハと連携を組んでおられるんですけども、その先生にね、祭り派オンラインサロンで、えー、講座を、特別講座をお願いしたんですね。そしたらね、あの、日本の大問題を知ることができましたね。えー、ぜひ、 オンラインサロンメンバーはこの録画を見てほしいです。えー、森田先生ね、無借金で診療所を構えて、いろはの利用者の診療をして、ちゃんと十分な収益を上げてるそうですね。だからそんな町医者で、えー、特に、あの、なんだろう、奥というような設備を整えてね、 CT スキャンとかレントゲンとか入れてって言ったら、借金状態になっちゃうんですけど、そういうことせずに診療所を構えられたんですね。診療の経費は、家賃とガソリン代だけ。ね。それで十分な収益上がってるそうですよ。はい。あの、サラリーマン以上の収益でした。聞くとね。はい。でこんな働き方できるよと、今多くの地域を志すお医者さんにね、教えてるそうですね。はい。 えー、そもそも医療がね、儲け話になってるんだっていう森田先生言われますね。えー、まあ、日本の医療がダメになるわけっていうのは、まあ、日本の大病院の多くはね、民間が経営するんですね。これまヨーロッパとかでは、どっちらかでと,と公的機関のイメージが強いんですって、病院って。日本でもまあ公的機関大学病院とかありますけども、やっぱり大病院で民間が経営してるところが多いじゃないですか。 それとはどういうことをするかというとね、まあ、グレーな人、ね、えー、まあ診察に来られました。でも別に入院する必要もないような患者さん、ね、この方をね、まあ、病気と診断してね、患者にするのが得意なんですよ。ね、で、そしてね、まあ、検査付けしたらね、 検査たくさんしたらいっぱいなんか病気見つかるじゃないですか。特に高齢者とかでもね。あの、血圧が高いとかね。なんか、あの、血管が細くなってるとか、うん、どっかにちょっと脳に、あの、影があるとか、肺に影があるとかね。まあ、そんなにね、結局ね、入院させちゃうんですね。で、なんかこう、手術とかごちょごちょっとしたりとかね、治療したりとかしてですね。うん、それで、結局、まあ、 入院中でしょ入院中だから、まあ、警官栄養なんか処置が取られちゃうんですよね。はい。それでまあ、栄養を入れたり、薬を入れたりしてるうちにですね、やっぱりお年寄りさんの目が死んでいく場合もあるんですね。はい。だからこういうような形で、グレーなピンピンとして歩いてきたようなお年寄りさんがあ、病院で寝たきりになってしまってるというケースがね、こめちゃくちゃ多いんですね。 で、この森田先生が示されたスライドの中にね、都道府県別10万人あたりの入院ベッド数と、一人あたりの医療費の図っていうのがあったんですよ。でこれ見事にね、ベッド数の多い都道府県、まあ一位はこれ高知県だったんですけど、えー、医療費がね、一人あたりの医療費がね、性の相関を示すんですね。 えー、まあ、要するにどういうことかというとベッドが多いところはそこを埋めようとする力が働いているってことがこれ明白なんですね。はい。高知県が10万人のあたりのベッド数が一番多い。で、高知県が1人あたりの、えー、医療費が一番高い。これ何が起こっているかい。入院が起こっているわけですよね。はい。えー、まあ、要するにグレーの人が病人にされ、入院させられ、戻ってこなくなる。 そんなホラーが全国で起こってるとお考えください。よくこんな聞きません。ビジネスは集客が命。ね。医療はビジネスになったらあかんはずなんですけれども、病院も患者を集めるね、習慣、これが命になってませんかっていうことですね。で、まあ、この状況を打破するためにね、ぜひ、この森田先生の講義の後半、質疑応答も聞いてほしいんですけども、ある、ね、 えー、あの、施設を、の職員さんがですね、あの、まあ、グループホームとかね、そういうところに、あの、お勤めな方だと思うんですけども、まあ、グループホームという、こう、在宅生活を続けていらっしゃる方に、まあ、血糖測定とインシュリンの自己注射っていうのはもうできなくなってきてるんですね。で、これ、介護職がやったらダメなんですよ。 看護職がやらないと絶対ダメっていう医療処置が加わると、もう入院しかないんですね。看護婦さんが、あの、いない日っていうのも当然、そういう施設ではありますので、そうするとね、もう入院しかないんじゃないのっていうふうに病院からね、こう習慣の魔の手が近づいてるっていうんですね。それも90代の利用者さんにですね、はい。 で、森田先生がね、そういうのを90代の方が入院させられそうになってますっていうアドバイスにね、あの、こう言われましたね。あの、あインシュリン4単位って、そんなのスズメの涙で全くいりませんと。服薬で十分ですよと。で、血糖測定を1日3回も課せられるというのは90代の人に虐待に近いなと。えー、月1回のヘモグラビン A1C 測定に変えてもらったらいいんじゃないですかと。うん。 それがダメっていう医者ならね、変えたっていいよって、こういうふうに言われましたね。はい。で、それをね、聞かれた職員さんも、うん、あの、うすうすそう思っておられたそうなんですね。服薬に変えてもらったらいいのにな、お医者さんにも言ったけど、なんか、えー、否定されたりしたそうなんですけれども、えー、もう一度ね、そこちゃんと言ってみますと、言われていましたね。ダメだったら医者変えてもいいって言われてますから。はい。 まあ、こうすれば在宅生活が続けられるなあっていうことで、すごい相談した人もね、大喜びでしたね。はい。ですので、ひょっとしたらね、こういう、まあ、森田先生みたいな方に相談して、今、えーね、たきりにさせられているとかね、入院の間の手が差し迫っている、でも在宅生活続けたいっていう方の在宅生活の続け方、 こういうのもね、あの、我々、祭り派の中でも共有していけたらなと思いますし、何か困った時は森田先生、あの、相談聞くよって言ってくださってますので、えー、森田先生もどんどんね、あの、活用してね、活用というのは語弊があるかもしれませんけどもね、えどんどん、あの、頼りにしたいなと思っております。はい。えー、オンラインサロン祭り派ラボでは、介護専門職が交流したり、 メンバー間で相談できるオープンコンサルデーの日があったり、松本の人生相談作戦会議が受けられたりします。ぜひこれからの会合を作っていきましょう。えー、入会いただいてご一緒できたら嬉しいです。それではまたお会いしましょう。さようならえ。私ですね、オンラインサロンを始めました。 えー、オンラインサロンまつりはラボといいます日本が世界で最初に迎える超高齢社会を楽しく生きよう共に学ぼう成長しよう介護はクリエイティブな仕事ですオンラインサロンまつりはラボ一緒に楽しく学んでみませんか